ライバル。私千秋が毎回ゲストを迎えていろんなトークをしています。第3回目はパープマネジメントの野原くんです。よろしくお願いします。野原です。お願いします。初メンズじゃない？初メンズ。あ、確かに今まではそう初メンズですよ。今回がメイクランテレホンショッキングどうでした？あの急に電話来てどう思いました？なんだって思って、なんだなんか千秋さんのお風呂がどうのこうのみたいな。わ、なんか、千秋さんのお風呂か。やめてよもう。マユリと仲いい？はい、仲いいですよ。仲いいです。意外。みんな、はい、仲いいです、ね。そうなんだ。はい。でも確かにマユリもよく野原のこと言ってるかも。はい。なんかマユリちゃん遊ぶ？遊んだりはしないかな。でも一回事務所の近くのカフェで、ああなんか言ってた、はい、お茶したって言ってた、はい、茶芝居しました、ね、そう、私マユリと住んでるところが近くて、すっごいマユリと会ってる、なんか隙間時間で。それ偶然たまたま近かったっていうことですか？いや、あとね、家を探しててマユリがで、引き寄せた、はい、こっちに。さすが。てか不動産紹介。そう引き寄せた。千秋と野原の二人の関係性すごい。なんだろう、ね、何笑ってんすか。いやなんか肉体関係って方が見えちゃって、ごめんなさい、なんでもないです。ないです。関係性、あ、でも僕あれなんですよ、モデルパンプに入る前にあのすごい大好きだった恋人がいまして。ああそうだ、はい、それを言うんだ。はい、でオンエアするよ。人あ、そっか、見てるやめて。元気で、その子とこうなんか付き合う前にやっぱお話とかするじゃないですか。はいはいはい、その時にお互いモデルやってなくて、はいはい、で、うん、この人めっちゃかっこいいんだよねって向こうが携帯で見してきて、それがなんか畠山千秋さんで、ありがとうございます。なんかすごいこう話のネタにもなってくれた。ああ知らないところでね、私が知らないところでネタになってたっていうことね。それでちょっとこう会話が弾みまして、ありがとうございます。野原と確かに接点ないよね。一緒に仕事したこともないし。ないですね。本当に事務所で集まるときに集まるか、まあ野原あのはるちゃんのところで髪切ってるから、はるちゃんの方が接点あんのかもしれないね。そうです、はるかさんはもうすごいお世話になって、美容師さんがいるんですけど、はい、主人です。はい、そうかもね、うん、確かに。てか私男の子とあんまり仕事が被ることがないから、うん、あかも。なるほど。千秋から見た野原は、なんだろうな、どんな人、すっごい礼儀正しくってすっごい優しいんだけど芯が見えないよね、つまり。いい意味で人間味がないというか。なるほど。笑うセールスマンみたいだなと思って見てる。セールスマン、笑うセールスマン知ってる？笑うセールスマンっていうなんか昔の、あれ水木しげるだっけ、ずっと笑ってるサラリーマンがいるんだけど、まあだからそれがちょっとこうなんて言うと現実みたいなことを仕掛けるんだ。なるほど、ドラマですか？いや、アニメ、昔のアニメで、でもずっと笑ってるから悪い人には見えないんだけど、だから野原が悪い人っていうか、そういうんじゃなくて、ずっとニコニコしてて笑ってるんだけど、その中が一生見えない人。ちょっとね、シーンを持てるように頑張ります。多分あるんだよね。そう、あるの。違う、そういうシーンじゃなくて、なんていうの、喜怒哀楽のドと愛があんまり表現しないだけで、こういつもこうニコニコ優しい人だけど、きっと多分違うんだろうなって感じしているじゃん。そうですね、そういう感じ。怒る時とかある？あんまりないです。だよね、はい、イライラする時ある？あります。あるんだ。それはありますね。なんか先輩に対してこう礼儀を持ってない人とか。ああ、まあ、あのお店とかでさ、なんか食べ語使う人とか、とかも嫌ですね。なるほど、それにイラッとするの？イラッとします。こっから見た千秋さんは姉御肌です。いや、もうそれはさ、なんか結構もうみんな言うよね、はい、てか姉御肌っていうか姉御なんだよね、もうね。あ、もうもはやもう姉御っていうか、都市的には姉御だし、姉御なんだよ。
から見た千秋さん、でもこう皆さんから見た千秋さんと全然ギャップはないと思います。もう見た通りのまんまの人です。あ、そう、はい、全然ギャップない。確かにね、自分でもそう思うかも、うん、結構赤裸々に出してるっていうか、赤裸々に表現してるとかいうよりも別にただ嘘をついてないだけで、うんうんうん、過剰に表現してるわけでもないし、ただなんか日常、常に日常って感じかも。仕事もそうだし、常に等身大の自分を出してると、うんうん、キャンプスクール。千秋塾はどうだった？千秋、千秋塾っていう、うん、こうパンプの中でパンプの本当内部だけでやってる、こうおしゃれというか洋服とかファッションにこう悩みがある子とか、あと悩みまではいかないけどなんか一皮抜けたいなっていう子にちょっとアドバイスをする、まあ、私もともとアパレル経験があるのでっていう千秋塾をやってたんだよね。やってました。どうでしたか？いやすごい大変、すごいためになりました。ためになりました。ありがとうございます。よかったよかった。でもあれ以降、うん、でもすっごいファッションのことが好きになったっていうよりかは、うん、より無理しなくなった気がします。うん、でもそれがさ重要だよね。別になんか無理して洋服着たとて、うん、自分も落ち着かないし。そうですね。なんか他人がこう思ってるんじゃないかなっていう感情に余計なりやすいと、無理してるからこそ。それがないんだったらまださ、本当にだからその人に合った格好、別にさ、はい、おしゃれとかおしゃれじゃないとかってさ、ボーダー地点がないというか、上もなければ下もないじゃん。確かに。どんなにおしゃれに言ったってさ、それを超える人はもちろんいるし、しかも超えてるって思ってるさ、その人それぞれの価値観じゃん。うん、自分がおしゃれだなっていう人が他人から見た時もおしゃれかって言ったらそうとは限らないから、結局自分軸で考えてるから、そうなるとやっぱり自分軸で無理しても何もいいことは起きない。じゃあネクタイつけてないの最近？あんまりつけてないです。もう無駄なものを削ぎ落としすぎて、ダボにスウェットクロックスがもう前面みたいな。でもさ可愛くない？なんか一周回ってさ、一周回ってっていうか、もう回ってなくても何だって本当にいいんだけど、海外のエモいとかさ、じゃあ海外から見た時に日本のそういう オタクって表現のね、名詞としてのオタクね、オタク文化ってすごくさ貴重とされてるからさ、はい、だからなんかクロックスとかも逆に流行ってるしさ。逆に流行ってますよね、うん、流行ってるし、なんかそれはそれで本物、それ風な格好してる人っているじゃん、うん、こういう今日はこういう感じのテイストのこうちょっとこう超とかはこうブリティッシュですとか、それ風じゃなくてもう本物じゃん。ノアラはゲームもしてるしさ。そうですね、もうその格好に似合った格好が良くない？もうそれで全然ストレスなく暮らせてるので、本当にやった甲斐あるな。やった甲斐あるな、はい、千秋塾をね受講5回受講5回はい。恋愛相談したことある？恋愛相談したことある？ノアラあるっけ？私ノアラのそれこそ前お付き合いしてた方のってあるんですけども、なんかプレゼントの相談は受けたことはあるけど一瞬、実はそれぐらいしてたわ。それぐらいかも。ノアラのタイプの女の子は一言で上品な子が好きですね。食べ方綺麗とか姿勢が綺麗とかが好きですね。あ、想像つくね。はい、トワイスでいうあのミナちゃんが好きです。はい、トワイス、トワイス、はい、トワイスね。ちょっともうすっごい好きで、もう JIP に婚姻届送ろうかなと思う。いやそんなレベルでしたもん。5万点よ。パンプスクール。あら3月。ノーラ3月でパンプ卒業。はい。あ、そうなんですよ。3月でちょっとパンプを卒業。春だねなんか。はい、でお世話になりました。すごい。お疲れ様でした。そんなのは、パンプ卒業して何かビジョン的なの決まって、はい、一旦、もう正直3月を全力で走り切ることしかもう考えてなくて、うん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 、で卒業した後はちょっと
髪とか染めたり、自分の好きな場所に行ったり、一旦こうパンプで培ってきた2年間、なんかあのちょっとあれだ、ナルトでいうサスケみたいな、今の俺がこの世界どう見えるんだろうみたいな、ちょっとそれはちょっと例えよくなかったな、ごめん、ポロッとポロッと出てる、ごめん嫌い、そういう人よくないよね、こう頑張りたいって言ったら嫌いっていう人、そういう人よくない、でも申し訳ないけど、あれちょっとナルトをね、今ね人生の3回目に入ってるの、私3回目見たの、この間。いや、3回目見ても中忍試験終わったあたりで、サスケ一回ここで立ち止まった方がいいんじゃないって思って、でのまま3回目また見てたところに、それをサスケの名前言われたからポロッと出ちゃったのね。全然すいません。でもあれがありきだもんね。そうですね、あれがありきですよ、里がこうグッてかなったの。なるほどね、はい、パンプスクール、スローショッピングしましょう。これはね、次のゲストに、次のゲスト野原が決めていいの、はい、私がこうじゃなくて、野原が決めた人、はい、あ、この人次いいんじゃないのっていう、お父さんとかやりたいの、自分のお父さんとか電話して、あ、そう、お父さんってそういうボケもいける、いけないいけない、じゃあ、はい、決めました、いちえちゃん、おお、に電話してみようかなと思います。出るかな、出なくても、一栄いいね、一栄なかなか確かにこういう私とのセッションしてるっていうかないかもね、そういうイメージ確かにないですね。一栄はいるけどね、一栄、うん、といるけど、うん、一栄といるけど写真とかがないから、確かに確かに、もしもし、どうしたの、いちちゃん、お疲れ様、お疲れ、お疲れ、 あの千秋さんのお風呂、千秋さんのお風呂、次、いちえちゃんだわ、あれ、千秋さんのお風呂だっけ、千秋の風呂場、千秋の風呂場のゲスト、あー、風呂場か、あ、私、うん、そうです、いちえです、え、ありがとうございます、何が、こう、こう、今ねえねえ、そうだよね、おめでとう、優勝、あ、ほんとな、本当にやばい、私大谷がトロフィー持ってきた時に、ローちゃん、ローちゃんが笑ってます、うちのローちゃんが笑ってます、やめて、泣かせないで、で、あの、ちなみに今収録中だわだわだわ、いいよ、いや、全然大丈夫、今収録中で、テレフォンショッキングで、あの、ニョハが愛嬌たっぷりな、うちえちゃんですね、楽しみにしてます、じゃあまた、あ、待って待って、次回、いちえちゃん次回来てくれるかな、いいと思う、おー、すごい、キリス、世代が通じた、ありがとう、いちえちゃん、急にごめんね、バイバイ、じゃあまた、はい、はい、え、ギリギリ世代が通じて嬉しい、これあのね、前入りだったらさ、わかったな、多分、多分来てくれるかな、わかった、女性久々に出ました、何、怖い怖い、野原、何その、そういうキャラ、野原、そういうキャラだったっけ、女性に久しぶりに出ました、野原くん3月で卒業ということで、はい、あれが聞いてた最後のあれになるのかもしれないですけども、はい、お疲れ様でしたと、収録お疲れ様でしたっていうのを締めまして、よー、ありがとうございました、ありがとうございました、何これ